100円で町民がほぼ貸し切り状態で堪能してみた。大好きな100円娯楽さんがこんなことを言ってました。悲しいことに僕の真似をして活動してるクリエイターさんが一人もいません。理由は簡単、誰もやりたがらないんで。そんな100円娯楽さん風に100円で美術を楽しむ方法をご紹介します。普段美術を紹介しているもののそれなりに入場料などがかかってしまうのも現実。手頃に名画を楽しむ方法なんてないかなと考えていると、あるじゃん。あの建築界の巨匠安藤忠雄が設計した建物に誰もが見たことがある名画がどでかいサイズで展示されているじゃないですか。しかも屋外。お値段は100円。全然人がいないから心ゆくまで楽しめちゃいます。ちなみに陶板というのはサイズや色彩や質感、筆使いまでを原画に忠実に陶器の大きな板の上に再現したもので半永久的な耐久性を持つんです。帰りは下鴨神社でおみくじを引いて帰りました。